改めまして、皆さんはじめまして、ヘルステックプロモーターの上田優里と申します。私の方から、最近の、ちょうどですね、この9月終わりで、サードクォーターが終了したというところで、グローバルの、ヘルスケア関連ベンチャーの、動きなどもお伝えできればなと思います。まずですね、サードクォーター終了した段階で、昨年に引き続き、前年を上回って、合わせてですね、資金調達額にして310億ドルを、超えるという形になっております。かなり昨年、2019年から上がり調子、急速な上がり調子になっておりまして、で、その中でもですね、特に医療というインフラを効率化するという領域に対して関心が移ってきている印象を持っております。で、もともとは、ヘルステックの、わかりやすいところでいくと、フィットビットなどのデバイス系であったり、新しいセンシング技術といったところに、過去、3年前ぐらい、2019年ぐらいまでは特に、コンシューマーフェイシングというところで、資金が集まる傾向にあったんですが、昨年の後半、そして今年あたりからですね、特に病院の業務効率化といった、本当に医療のインフラをきちんと整備していって、で、テクノロジー化していくというところに注目が集まっております。またですね、合わせて、コンシューマーフェイシング、患者さんご自身が自分のケアの形を選ぶというところも、非常に引き続き注目が集まっておりまして、例えば、今年ですと、今年というか昨年、上場しました、プライマリーケアのクリニックチェーンであるワンメディカルであったり、あとは今年ですね、テンセントからのメガ調達がありました中国のミャオショードクターというものは、処方箋から医師への相談といったものまで全てを e コマースで買えるというようなプラットフォームを提供しているもの、そういったものも増えてきています。で、コンシューマーフェイシング、オンライン診療っていうのもただのオンライン診療プラットフォームではなくて、リアルとサービスを一体化したものとか、あと病院に対して業務効率化といった付加価値のあるものっていったもののサービスが伸びてきています。ただ、専門知、やはり病院、インフラというところの効率化が、非常に注目をされておりますので、より専門知識がビジネスサイドでも力をつつ、強めていくというふうには考えられております。で、医療インフラをどのようにきちんとビジネスとして成立させるかというところに、課題感が、顕著になっているかなというふうに、考えております。R&D、リサーチ&ディベロップメント領域というところも、非常に注目が集まっている領域ですので、特に今回、アカデミアベースから、ピッチをされる4社の方々といった、その専門知識かつビジネスサイドに乗り込むといった、領域が非常に伸びてくるかなと思っているので、今回の4社のピッチ、私自身もすごく楽しみにしております。はい、ありがとうございます。その他ね、医療ヘルステック分野の最新事情についてもちょっとお話を聞きたいと思うんですけれども、今お話しされた以外に、その他注目すべきトピックなどはありますでしょうか？そうですね、やはりフェムテックという、ちょっとトレンドワードみたいな感じなんですけれども、やはりフェムテック領域っていうのは非常に注目は集まっている、かつ、まだまだ、伸びしろがある、みんなちょっとフェムテックって言っとけばいいけど、本当にしっかりテックでフェムテックをやってらっしゃる企業っていうのが実は世界中まだあまりないので、そこはかなりまだまだいい領域が広がっているのかなというふうには考えています。はい、ありがとうございます。どんなお話が聞けるか今日は楽しみですね。そうですね、はい、ネド